ペロンディアンスの空耳対応日本語講座。サディカ、サディポメピロンプヤタヤイレットワ、サディトクタンナガ、ペロンナガ。どうも皆様、こんにちは、ペロンです。はい、ペロンディアンスの空耳対応講座の時間がやってまいりました。トゥエラスクサリアンパサタイルパサイプンベ、ダイギンピルパオ。コンペロン中。はい、このコーナーはですね、タイ語が日本語のように聞こえる、もしくは日本語がタイ語のように聞こえるといった空耳をテーマに、タイ人の方には日本語を、日本人の方にはタイ語を学ぶきっかけとなればと思い撮影しております。日本語タイ語を紹介しております。はい、ライカーニゴクーペンパーサータイでダイギンマンパーサーイプンルパーサーイプンでダイギンマンパーサータイアロンパマニナガマンベンダイギンピルパオベンコンセプトクーベンベンニナガサムラプコンタイゴクーリアンパーサーイプンサムラプコンニプンゴクーリアンパーサータイナカポンコジャネナムカムイプンレカムタイユナカ。はい、ですね、ペロンデイアンスの空耳タイ語講座27回目です。カンニペンカンティーイーシプチェッナカ。では早速行きたいと思います。じゃあっちや。はい、わかったでしょうか。ではもう一回行きます。じゃあ、あっちや。わかったでしょうか。はい、では、次はタイ人の方ですね。いきます。サムラップコンタイナカ。おい、え、お、じゃあ、あっちやん。はい、イクロブルナカ。え、じゃああっちやん。はい、カオジャメイカ。では、説明していきたいと思います。ではディッパイナカキアクナカ。はい、今僕はですね、じゃあっちやん。あちやんと言いました。じゃ、いきますね。じゃああちあちやん。はい、じゃあちやんと言いました。じゃあちやん。はい、これの意味はですね、吐きそうっていう意味です。このじゃというのは、まあ意思を伝え、まあなんて言ったら、じゃは英語で言うとまあ will とかっていう言い方ですね。何々するつもり、何々のつもりとか、そういった意味になりますね。will、まあ意思を表す言葉です。じゃで、あちやんというのは、まあ、いわゆる吐くだったりとか、まあ、吐くとか、まあ、おうととか、そういう感じですね。おうとするとか、そういった意味になります。英語だと、スローアップだったり、そうですね、ボミットとかっていうかな、ボミット、もうちょっとフランクな言い方だったら、プーク、これかな、PUKE、プーク、PUKE ですね。はい、だったらまあこういう言い方になります。吐くとか、おうとするとか、そういう言い方になります。
はい。まあ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 、じゃあ、治安。じゃあ、これがどこが空耳に聞こえるのかというと、まあ、日本人の方はわかると思います。じゃあちょっと書きますね。空耳は、ここに書こうかな。空耳は、はい。じゃあ、あっちやん。これですね。はい。じゃあ、あっちやん。という意味になります。が、吐きそう。で、じゃあ、あっちやん。って言います。はい。では、次は、タイ人の方ですね。トーパイニククサブラップコンタイナカ。はい。ポンボークは、じゃあ、あっち、やん。と言いました。はい。じゃあ、ちやん。きやん。カタカナかピラガナ。どうやなか。カタカナとひらがなで書きます。じゃあ、あっちやん。はい。これがひらがな。に、ひらがななか。カタカナ語く。じゃあ、あっち、あっちやん。プレイは、やん、やんやん、やんやんティヌンですね。ティヌン。はい。まあ、じゃあっていうのは、じゃあプレイは、やんやん、じゃあ、これですね。じゃあ、ここ、やんやん。日本人の方にも、やんやんって言います。やん、が、が、ん。やんがんではなくて、やん、が、が、が。この、鼻にかかるような発音っていうのはタイではよく使います。すごく日本語では、まずなんかないんですけども、ん、ん、これは、この G みたいな感じ。これは、ん、ぐ、ぐ、ぐって鼻にかかるように発音します。ご、ぐーではなくて、ご、ぐー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 ですね。やんぐ、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 がん、やんがん、やんぐがん。やんぐがんを早く言うと、やんがん、やんがん。これはだからちっちゃく発音するってことですね。やんがん。ティヌーン。ティヌーンは、あっち。あっちで、日本語だと、やん、あ、やんがんじゃないや。ティヌーン。ティヌーン、ティノーン、ティノーンやな。ティヌーンじゃない、ティノーン。はい、ティノーンって言います。やんがん、ティノーン。やんがん、これが、じゃあ。ヤンガンティノーン。これで、まあまあ、ティノーンはオーバーゼアですね。オーバーゼア。はい。あそこ、あそことかっていうとオーバーゼアですね。じゃあ、例えばじゃあ、ここっていうのをタイ語で言ったら、なんていうのか。ここに書いてます。ここは、ティニーです。ここ。ここ。はい。ティニー。英語だとヒアーですね。ヒアー。はい、ここ。で、ここ、そこ、そこ、そこ、ヒアー。で、ゼアーですね。ヒアー、ゼアー。ここ、そこはティニー、ティナンですね。タイ語だと、ティ、ティナン。ティナンと言います。ここは、ティ、ティニー、
t に、はい、t なんは、そこ。here, there ですね。そこは。there. here, there, over there ですね。ここ、そこ、あそこ。t に、t なん、t ぬん。ここが t に、t に、t なん、t ぬんです。はい。ここ、そこ、あそこですね。はい。over there, here, there, over there です。まあ、これはよく使います。ここ。ね。まあ、日本語でも、here, ここですね。で、there, あそこ。ここ、そこ、だそこ。there, あそこ。over there。ここは、t に、t なん、t のーん。はい。この三つ、覚えてください。はい。じゃあ、あっちやん。今日は、じゃあ、あっちやんで、吐きそう。じゃあ、吐きそう。じゃあ、あっちやん。吐きそう。まあ、おわくとも言うんですけども、まあ、こっちはちょっと丁寧な言葉というか、まあ、もうちょっと医学的な言い方なんですけども、おうとするみたいな言い方です。普通、なんかもうスラング的に言うと、じゃあ、おわく、おわくとかっていう言い方するんですけど、まあまあ、こっちで覚えてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ、あっちやん。じゃあ、っていうのは、まあ、ウィル、今から、もう吐きそう。時はじゃあをつけたりとかします。じゃあ治安、おうとする。で、サムラップコンテナがじゃあ治安、やがん、ティノンがい、ティノンがい、じゃああっちやん、じゃああっちあっちプレイはティノン、はい、じゃあこっちやん、こっちこっちそっちこっちこっちはティニーですね。やがんティニー、そっち、ティナン、ここ、そこ、あそこ。はい。ですね。あそこ。あっちとか、あっちとか、まあ、あそこ、と思います。僕は、あっち、るは、あそこ。あそこ。がないらか、あそこ。漫画なか、あっちか、あそこ。漫画なか、こっち、そこ、そっち、そっち、そっち、こっち、こっち、こっち、まあまあ、い、まんがなか、ここか、こっち、まんがん、そこか、そっち、まんがん、あっちか、あそこ、まんがん、なか、同じです。はい。というわけで、ペロンデヤンスの空耳太鼓講座第27回目は、じゃあちやん、じゃ、うわ。で、サムラップコンタイナが、じゃあちやん、やがんティノーンがい、でした。はい。ペロンデヤンスの空耳太鼓講座28回目も楽しみにしていてください。また、チャンネル登録していただけたらありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。トゥッコナカ、ファーク、サマーチクチョン、ペロン、ヤス、ドゥエラカ、コップマーガ、トーバイニコ、ファークルマフトドゥエラカ、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。